はもこんにちはカジマークですせっかく発売日の昨日に届いたのに開封する時間なかったんですよ翌日になったんですけどもこれ開封していきたいと思います待たせたな小次郎ええー、これ小次郎じゃないです小次郎じゃなければなんだこれはいやっと来ました今回ご紹介するのはプラスワンマーケティングから昨日発売されたばかりのフリーテルムサシです っていうか、フリーテルムサシって何なのか。プラスワンマーケティングから発売されたシムロックフリー端末なんですけど、スマホのようでスマホじゃないし、ガラケーのようでガラケーじゃない。分類分けすると、フューチャーホンいわゆるガラホってやつになるんすかね違うのかな公式ホームページには、二つ折りスマホっていう表記もあるし、分類分け難しくてよく分かってないんですけど、パッと見はこういった、昔の携帯電話みたいな感じ。 懐かしいっすよね。でもほんと変わった端末なんで、とにかく触ってみたかったというところ。なんで今回ぶっちゃけ、おすすめできる商品というよりも、人柱っていう意味合いで買ってみました。100分は一見にしかず、早速開封していきたいと思います。今回ご紹介するのはフリーテルムサシ。まあとにかく変わった端末なんで、説明するにも難しいんですよ。なんでスペックをご紹介する前に、早速開封してみたいと思います。 はい、それでは行きますよ。せーの、オープンいーはい、ちょっとシースルー気味なんですけど、先に付属品見ていきたいと思います。箱の中身は保証書とかなりペラペラな説明書。USB ケーブルと充電アダプター。そしてこれが 2000mAh のバッテリー。 はい、別梱包ということは、そう、バッテリーは交換可能なタイプです。最後にイヤホンジャック変換アダプター。いや、これ、ここは人によっては残念しようと感じる部分じゃないでしょうか。武蔵には、なんとイヤホンジャックがないんです。このケーブルを介して変換接続する必要があるわけです。昔のガラケーにもこういう仕様はあったと思うんですけど、ここが重要な方は要注意。って言っときながら、僕は全く必要ないので問題なしです。 はい、それでは続いて本体見ていきたいと思います。お、でか。でかいでかいとは聞いてましたけど、これはやはりでかいっすね。はい、それではいきますよ。せーのえー、来たーはい、ちょっとわかりにくいんですけど、ピカピカ。ディスプレイには簡易的な保護フィルムが貼られてます。 まだバッテリー入れてないんですけど、結構重みを感じます。ちなみにさっきお見せしたエクシリムと並べるとこんな感じ。一目瞭然ですよね。ちなみにこっちは液晶サイズ3.1インチ。フリーテルムサシは4インチです。カラバリは3種類。ホワイト、ブラック、シャンパンゴールドから、今回僕はホワイトを選びました。理由は簡単。はい、このフリーテルロゴ。これが映えるのはホワイトじゃないかと思ったからです。どうすかねかっこいいっすよね。 あんまかっこよくないですかねあ,あ、ちっちゃくて、ただ分厚いだけのスマホみたい。なるほど。確かにパッと見そうなっちゃうかもしれません。でもね、こいつの本気はこれからです。はい、いきますよ。せーの、オープンはい、わかりますかね物理キーがついてるんです。いや、なんか懐かしくも新しい感覚。それよりも気づきました今ちょっとおかしくなかったですかね 画面閉じてる状態でここにディスプレイ。開いてもディスプレイ。そう、このムサシ。両面に4インチのディスプレイが配置されてるんですね。これぞフリーテルムサシ。二刀流ディスプレイ搭載。いや、こういうギミックワクワクしますよね。ただ、ふと思ったんですけど、ここは従来のガラケーみたいに、一画面でも良かったかもしれません。はい、それではざっくりスペックなんか見ていきたいと思います。 まずは背面カバーを外してバッテリーを装着したいと思います。ついでにフィーも D プランのシムも挿しておきたいと思います。裏蓋を開けるとこんな感じ。マイクロ SD スロットと、こっち2つはデュアルシムスロットを搭載してます。サイズはマイクロシム対応。ちなみに対応周波数は 3G、バンド1、バンド6、19、バンド8に対応してます。 そして 4G はバンド1、バンド3、バンド8、バンド19に対応してます。AU モンの SIM は使えないのでご注意ください。はい、それではお待たせしました。電源入れていきたいと思います。はい、いきますよ。スイッチオンきったー いつものブートアニメーション、やっぱりかっこいいですよね。それでは設定していきたいと思います。はい、設定終わってようこそ来ました。で、このムサシ、ほと何者かわかりにくいっていうところ。はい、見えますかねなんと Google プレイ対応してます。つまりこういう特殊な形状を持つ機器なんですけど、Android スマホなんですね。 今回ご紹介しているフリーテルムサシ。要は物理ボタンを搭載した二つ折り携帯型スマートフォン。従来の携帯とスマホのいいとこ取りをした端末ということです。とはいえ昔の携帯と比べてまずでかい。まあ4インチのディスプレイを搭載してるんで当たり前なんですけど、改めて見比べてみてもその差は歴然。結構手が大きな僕にとってもかなりでかく感じます。そしてこのデュアルディスプレイは、表も裏も4インチ。 残念ながら WVGA。後期ガラケードートなんで、わかりますかね決して高精細ではないです。まあでも肉眼で見てても辛いほど汚いわけではないです。で、この閉じた状態でのサイズは 123.1×63.1×17.6 ミ、mm、リ。重さはバッテリー込みで約 198g となってます。サムライみやびに保護ガラスとケースとこういったリングをつけても 173g。それと比べると、やっぱりずっしりきます。OS は Android 5.1。CPU は MT6735M。クワッドコア 1.0GHz。そして RAM は 1GB。ROM は 8GB なんですけど、最大 128GB のマイクロ SD カードに対応してます。カメラはアウトが800万画素。フラッシュも搭載されてます。インカメラは200万画素と、これも後期の携帯並み。 今のスマホのミドルクラスよりもちょっと下かもしれません。はい、こんな感じで撮れました。ヒンジ部にはストラップホール。ここにスピーカーがあります。で、向かって左側に音量調整ボタン。右側にはスリープボタンとマイクロ USB 端子。はい、こういうパカパカのタイプ。 これはあんまり好きじゃないですとりあえずざっとスペックや特徴はこんな感じさすがに全部説明してると2時間特番ぐらいになりそうなんで割愛します詳しくは説明欄にリンク貼っておきますんでご覧になってみてくださいということでフリーテルムサシ開封編前編はここまでかなり長くなりそうなんで後編に続きたいと思います後編では設定やちょっとしたテストなんかをやっていきたいと思いますはいそれではまた後編でお会いしましょうカジマクでした